回のトークテーマは次国より一です。これはもうめちゃくちゃ語りたかった。より一といえば炭治郎の時代から400年前の人、そして最強の剣士。その強さは炭治郎の時代の最強の男姫島兄弟をもってしても全く太刀打ちできないぐらい、この次国より一は強い。それがわかる回想シーンが400年前、鬼舞辻無惨を一瞬で倒してるんですよ。あのシーンはびっくりしたね。だって鬼舞辻無惨ってこれから炭治郎が倒す最強の鬼だよね。それをスパーンって一瞬で倒して、無惨このままでの首でうっみたいな、無理もう勝てないみたいになってるんですよ無惨が。それはやっちゃいけないだろうって思うんですけど、それをやるのが後藤家先生だから鬼滅の刃は面白いんですよ。無惨が最強なのかなって思うんだけど、鬼滅の刃の歴史は深い、そして世界は広い、上には上がいる。そんな最強のより一なんだけど、彼の人生を思い出した時に強いなっていうより、僕は優しい人だな、そして悲しい人だってそう思うわけなんですよ。ただ強いだけじゃなかった、その人格があったからこそ僕は次国より一をこんなに語りたかったんです。じゃあそろそろ本題に入っていきましょう。まず次国より一は、まあ、武士の家系に生まれました。生まれながらあざを持ち、鬼滅の刃の世界であざを持ってる、特に生まれついて持ってる人っていうのは究極といって差し支えないような体力を持っている。さらに生まれながらにして全てを見通す力、透き通る世界が見えている、相手の体が透けて見える、それを見ると相手がこの後どう動くかとか、あるいは弱点はどこにあるかとか、それが瞬時に分かる。もう突然変異って言っていいぐらい彼は戦いに特化した体を得ていた。ただ彼の家柄は不幸だった。それは武士の家系はやっぱ後継ぎ争いがあったらいけないから、子供が同時に2人生まれちゃうと困るんです。より一は双子の弟で兄に道勝という人がいた。だから父親としてはもうより一の存在は後目争いの元になってしまう。そういった意味ではもう今殺すしかないとそう判断するんですけど、そこでより一のお母さん、普段は怒らない温厚な人がもうめちゃくちゃ怒った、それだけは許さない、お母さん優しいな、より一よかったなって裏で僕は父親にもほんの一かけら人の心が残ってたんだなって、あの時代どうしても男の意見が強いから押そうと思ったら押せたんですよ。いや、より一は殺す、俺が殺すと言ったら殺すって、別にそういう風にもできたんだけど、父はそうはしなかった。そこにも注目してほしいですね。そしてより一は、まあ、10歳になったら出家させよう、まあお寺に出そうと、まあ次組家じゃなくなると縁を切るというような形にはなるんですけど、10歳まではとりあえず育てようってことになったと。あ、よかったねっていう話です。ただこの後のより一少年の家での態度がもう大人びているというか、彼の優しい性格を表しているんですけど、彼は喋らないんです。一見すると自分を殺そうとした家族なんかとはもう喋りたくないとか、そういうことかなって最初は思ったんですけど、そうじゃないんです。彼は自分の存在は争いの種になる、もう幼少期の今のうちから気配を消しておこうと、だからもう一切喋らなかった。周りの人は喋れないって思ってたんですけど、彼は喋らなかったんですよ。要はより一は父親のことは案じてずっと喋らないでいたんですよ。本当にけなげな子なんです。ただ喋らないと母親は心配します。より一は耳が聞こえないから言葉が理解できなくて話せないのかなと、そう判断されて、お母さんはより一の耳が良くなりますようにって耳飾りをあげたんです。あれが炭治郎の耳飾りなんです。めちゃくちゃこれは大事な耳飾りなんです。だから正直どこに出すにしてもこの耳飾りのデザインは変えてほしくなかった、自信を持って出してほしかった。でもまあその話は今の本筋とそれるからちょっとヒートアップしてきてるね。ちょっと話もっと戻すけど、より一は耳飾りをもらって、あ、母上は私が耳が聞こえないから喋れないと思ってるんだ、心配してるんだ、それは申し訳ないことをしたということで一気に喋り始めるわけです。申し訳なかったと、僕の耳は心配いらないです。そんなこともあり、より一って家計的に恵まれてないのかなってなんとなく頭にあるんだけど、よくよく考えてみると母上優しかったし、あと兄の道勝、普通だったら後目争いの相手になるかもしれないと、だから殺しておけばいいものを生きている道勝もまたより一のことを大事に思って、より一と一緒に遊んであげたり笛を作ってプレゼントしてあげたり、
もう本当に普通にいいお兄ちゃんなんです。二人の兄弟の関係はすごく良い風に見えたんですが、あることをきっかけに一変してしまう。それはある日、頼一が初めて刀を振った時です。初めてなのに大人を倒してるんですよ。しかもそれはもう剣術を教えるぐらいの立場の人を初見で倒しちゃう。そのあまりの才能を見て兄道勝は嫉妬してしまう。でもこれは無理もない。侍の家に生まれてる以上、道勝は一番自分が強くなきゃいけない長男として。それなのに今日初めて刀を持ったような弟、しかも弱いと思っていた、何も知らないと思っていた弟が自分よりすでに強いかもしれない。いや、もう強い、そんなのは受け入れられないと道勝はそう思うわけです。めちゃくちゃ気持ちは分かります。だって頼一は特に努力してたわけじゃない。本当に才能のゴリ押しで努力してきた道勝が負けてしまうわけですから。しかもその後の頼一の態度、頼一は決して悪気はない。でもこういうふうに言ってしまう。私は戦いより遊んでる方が好きだと。道勝は刀に命を懸けてきたのに、頼一はそんな刀なんかより駒とかたこ揚げしてる方がいいって言ってる。これは許せねえよって。結果的に兄道勝はその嫉妬から鬼となり、最終的に鬼殺隊と対峙することになるんですが、それはまた別の話です。頼一の話に戻しますが、頼一はその後も次国家で過ごすんですけど、悲劇が訪れます。それはあの耳飾りをくれた母親が亡くなってしまいます。頼一にとっては、まあ、よりどころであったんだろうね。頼一は次国家を出てもう自由に暮らそうと決意をします。きっと頼一は病気の母親、いつも母親の左側に寄り添う、一見すると寄り添っていて情けない子供のように見えるんですけど、それはお母さんの病気のうちが左だった、透き通る世界に見えていた、それほど母親のことを案じていた。でもその母親が亡くなってしまい、もう寺に送り出される前に自分で家出をしてしまいます。その後の次国家ですが、父親はこのことを反省するんですよ。さっきもちょっと話したんですけど、父親も鬼じゃないんです。人の心がまだ残ってる。頼一が家出をしてからは、なんとか頼一を見つけて、母が望んでたように道勝と頼一仲良く生きていってほしいと、仲を取り持とうとすると。父親はそんな行動をするわけなんですが、まあ後にそれは叶わぬままに父親も亡くなってしまいます。頼一については次国家を出てからもうとにかく走ります。もうどこか遠くへ、もうここじゃないどこかへ。ただこれが波の子供の家出だったら疲れたら帰ってくる。でも次国頼一、なんでかわからないけど走れども走れども疲れないからどこまでも行けてしまう。これは頼一が生まれながらに体得している火の呼吸、呼吸法ですね、それが原因なんですけど、とにかく遠くまで走り続ける。その時頼一にとって運命の女性歌と出会います。歌と頼一は会話をしているうちに心を通わせ、一緒に暮らすことを決めます。歌も頼一ももう身寄りがなかったんです。そして歌は頼一にいろいろなことを教えてくれる。透き通る世界なんて普通の人は見えないよとか、頼一からしたら生まれた時からそうだから、えって感じらしい。それも新鮮な驚きがあったでしょう。そんなこんなで心を通わせた頼一と歌は本当に平凡に暮らしてたんだと思います。そしてとうとう二人は結婚し子供を授かるんです。本当に二人にとって幸せの絶頂、頼一にも守るものができたって実感できた瞬間だと思います。さあ子供がいよいよ生まれるぞというところで、頼一はサンバを呼びに行く。ごめん、サンバだよね、サンバって。ちょっと取り直して、今ねサンバって言ったと思う。ブラジルからカーニバルを呼んでくることになっちゃう、頼一がね、地球の反対側からね。そんなわけはないのでね、ちょっと取り直します。その途中老人を助けたりします。優しい頼一らしいですね。ちょっと遅れてしまったが、まあ大丈夫だろうと。いよいよ愛する子供と出会える瞬間、頼一を歌にとって最高の瞬間が訪れるはずでした。でも実際はそうはならなかった。頼一が家に着いた頃には鬼によってお腹の子供ともども歌は殺されてしまっていた。別に多くは望まなかった。頼一と歌と生まれてくる子供でひっそりとでも幸せに暮らしたかった。本当にそれだけ、何も悪いことなんてしていないのに、それでも鬼は容赦なく二人の命を奪っていってしまった。頼一はその場で呆然自失となり、10日間その場から動けなかったそうです。
そうしているうちに当時の鬼殺隊煉獄家が頼一の元に来ます。そして弔ってあげないとかわいそうだ、頼一もあそうだなと思い、ようやくお別れを告げることができました。その後は鬼による被害をこれ以上繰り返したくなかったんでしょうね。頼一は鬼殺隊に入っていきます。そして剣術や呼吸法などを鬼殺隊に教えていきます。それは火の呼吸と呼ばれる呼吸で、ただ本当は頼一はそれを伝えたかった。でも誰も真似できなかった。じゃあどうしようってことで、頼一は透き通る世界が見えることから、彼は水の呼吸が合いそうだ、彼は炎の呼吸が合いそうだと、その人に合った呼吸法を教えていった。結果的に現在鬼殺隊が使っている五大呼吸が生まれたと。そのことを知ってしまうと、例えば炎の呼吸は煉獄教授の父親新次郎が言った通り、火の呼吸が使えなかったから炎の呼吸を使わざるを得なかったと、そういう見方もできるので、まあ新次郎はすごくその心を痛めてしまったっていうのがありますね。そして煉獄家と頼一の関係、ここはちょっと僕の想像も含まれるんですけど、煉獄家の家訓は強き者は弱き者を守る、簡単に言うとそういうことなんですけど、これってまんま頼一の生き様にも重なるなって。もちろん400年前からそのことを煉獄家は家訓にしてたかもしれないけど、あるいは頼一と接していく、そして教えを請うてるうちにそういった精神面も学んだのかもしれない。それほど頼一っていうのは特別な人だったと思います。そして鬼狩りとして戦っていく頼一ですが、ついに鬼舞辻無惨と対峙します。この動画の冒頭でも言った通り、頼一は無惨を瞬殺します。でも殺すことはできなかった。無惨が爆発してしまって逃げていってしまった。いかに無敵の頼一といえど、全ての無惨の細胞を根絶やしにすることはできなかった。これもいろんな考察があるんですけど、もしこの時に兄である次国道勝がいれば無惨を葬れたかもしれない。というのも道勝の呼吸は月の呼吸、あたりを無数に斬撃していくという、そういう呼吸ですので、粉みじんになっている無惨を切るにはうってつけだったかなと。だからもしこの時頼一の母上のその思い成就していれば、二人が力を合わせて無惨を打っている、そうすればその後の悲劇は生まれなかった。ただこの場面で頼一を責めるのはもちろん違うと思うんです。ただ当時の鬼殺隊の面々は、そんなに強いのになんで無惨を取り逃がすんだ、大失態だぞと、背信行為であると、そこまで言ってしまって、鬼殺隊を頼一はもう抜けざるを得ないような形になってしまいます。鬼殺隊を辞めてからも頼一は単独で鬼と戦い続けていたことと思いますが、そんな中在りし日の歌のことを思い出しに行ったんですかね。頼一は歌と暮らしていた家に戻ります。そこはもう空き家になっていたので、その場にはかまど住吉、そして妻の安子が住んでいました。ただ大変な状況です。鬼が迫っています。もうあの日の悲劇の繰り返しになるかという場面で、頼一は間に合ったんです。あの日守れなかった命を守れた、かまど住吉、安子、そして安子はお腹に子供がいました。頼一は間に合ったんですよ。そしてしばらくかまど家のお世話になる、まあもともと頼一の家なんでお世話になるって言い方もちょっと分かんないんですけれど、まあ一緒に時を過ごすことになります。そしてかまどすみれが誕生します。そして頼一は赤ん坊のすみれを抱き上げます。その時視線に涙がこぼれてくる。きっと重なったんだと思う。自分の子供をこの家でこんな風に抱きしめる瞬間があったはずだった。歌が隣で笑ってくれているはずだった。こんな幸せがあったはずなんだって、その思いがよぎった瞬間に頼一は涙を流すんですよ。そして頼一は住吉に言います。俺は鬼舞辻無惨を撃てなかった、そのことでこれから多くの悲劇が生まれるだろう、それが心苦しくてならないと。でも住吉が頼一を励ますんです。一生懸命に、まるで炭治郎のように真摯に、かまど家はかまど家なんだなって改めて思う瞬間なんですけど、かまど家との別れの時、頼一はありがとうと笑顔で言うんです。そのありがとう、そしてあの笑顔が、僕だったらあんな表情できるかなって、だって本当だったら自分が手に入れていたはずの、抱きしめていたはずの幸せがそこにあるんですよ、自分以外の誰かの手に。
でも自分は一人で生きていかなきゃいけない。すごく悲しい、惨めな、本当だったら歌が隣にいて、子供は何気なく生きていけたかもしれない。でも全部森に奪われてしまった。そして自分が生まれてきた理由っていうのは鬼舞辻無惨も鬱ってことだった。でもそれもできなかった。これだけの力を与えられたのに俺は何も守れなかった。そう思ってよりいちゃん生きていかなきゃいけないのに、かまどきにあの笑顔でありがとうって言えるんです。本当によりいちって優しいなって、この時は本当初めて思ったの。よりいちは強い人だなって思ったんだけど、そうじゃないんだよ。よりいちは優しいんだよ。そして誰よりも悲しい人だった。彼の人生を通して後藤家先生が伝えたかったことは、もしかしたらよりいちはめちゃめちゃな才能がある、でも家族と平穏に暮らすっていうことだけはできなかった。それは本当に悲しいことだった。でも僕は逆かなって思ったんです。取り立てた才能はなかった。いつも才能を欲してた。他の人よりもこんな風にできたら称賛されたいとか、そんな風に思うことだってあった。でもそうじゃない。大切な人と生きていくこと、守るべきものがあることが大事なんだって。それは時に才能よりも大事なんだって、よりいちの人生を見てると悲しくもそう思うんですよ。僕たちが当たり前に思ってることこそが本当に幸せなんだ。平凡こそが幸せなんだ。改めてそう思いました。よりいちはかまどきに耳飾りを送り、かまどきはその耳飾りを継いでいくと。そして今その耳飾りは炭治郎がつけている。そしてよりいちは火の呼吸、刀を振ってるところをかまどきに見せていたわけなんですが、それはまるで舞のように美しい火の神神楽として伝承されていく。かまどきは400年以上よりいちの思いを守りきったんです。そしてよりいち、いよいよ最後の時が訪れます。それは鬼となった兄道勝、今は国志望と名を変えていますが、彼と対峙します。あるいはよりいちだったら兄のことを一瞬で葬り去れたと思う。でもそれをしなかった。幼い頃に言っていた兄が、世界一強い剣豪になるなら僕は世界2でいい、よりいちは最強の剣士だった。でも敗れたことで今は国士を道勝こそが一番強い剣士になった。兄の夢を叶えたと同時に、やっぱりよりいちは家族を切れなかった。優しすぎた。本当は戦う人じゃなかったんだよ、よりいちも。そして鬼滅の刃の物語の炭治郎も、ただ鬼による悲劇によって戦場に立つことになってしまった。よりいちは兄との戦闘中に寿命を迎えて亡くなる形になりますが、最後の最後まで幼き日に兄道勝からもらった笛、なんでもない子供が作った笛なんです。それを大人になってもずっと持ち続けていた。よりいちにとって家族ってのはそれほど大切なものだった。彼の生き様だけ見ていると、家を飛び出し大切な家族を失い、最後兄と戦い死んでいく、何もなすことができなかった、そんな風に思うんですけど、鬼滅の刃は400年の時を超えて届きます。かまどきがよりいちの火の呼吸と耳飾りを継いでいったことで、400年の時を超えてかまど炭治郎が鬼舞辻無惨を撃つんです。よりいちの刀が届いたんです。だから彼の人生は無駄じゃなかった。よりいちこそがまさに鬼滅の刃だったって、僕はそんな風に思いました。というわけで、ついくによりいちについて最後まで聞いてくれてありがとう。そして僕はライブ配信でも鬼滅の刃に関する商品を開封したり語ったりって、そういうこともやっていきますので、チャンネル登録なんかをしていただけるとすごく励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、ちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。